写真拡大。高卒2年目の阪神小幡竜平内野手19がプロ初の一軍に昇格。小幡は2018年ドラフト2位で入団。昨季は2軍でプレーしたが、昨年11月には2年目の今季はウエスタンリーグでチーム最多の31試合に出場。ハートも強い。8日のウエスタンリーグ広島戦 U では自打球を顔面に当てて尾骨を骨折、2安打2盗塁を記録した。17年5月に顔面支球からはプロの平田二軍監督が怪我した翌日も試合に出られます。とね、彼は怪我に強い。今日は1軍は前カードで巨人に3試合連続完封負けを喫し、今季ワースト36イニング連続無得点。19歳のバットマンがドンマガイが出場選手登録を抹消される見込み。